メッセネの戦いは、紀元前397年に、シケリアのメッセネで発生した戦い。シュラクサイの選手ディオニュシオス一世による、モテア攻撃への報復として、カルタゴは、ヒミルコが率いる陸海軍を派遣し、奪われた領土を奪回した。ヒミルコは、パノルム数に上陸すると、シケリア北岸に沿って進軍し、メッセネ北方12マイルのペロルム岬に達した。 メッセネ軍は町を出てカルタゴ軍に向かったがヒミルコは陸兵を満載した船200隻でメッセネを直接攻撃した。この九州に市民は町を捨てて郊外に脱出した。ヒミルコはメッセネを略奪、破壊したがメッセネ自体は戦後に再建された。紀元前480年の第一次ヒメラの戦いでの敗北後。 カルタゴは70年間シケリアに介入しなかった。シケリアに対するカルタゴの不介入政策は、紀元前411年にエリミヒトとヨニア人の都市であるセゲスタが、ドーリア人都市であるセリヌスに敗北し、カルタゴの従属国家となることを求めてきたことによって変化した。カルタゴは、紀元前409年にセリヌスを攻略、破壊し、さらにはヒメラも破壊した。 その後カルタゴ軍は撤退したが、シュラクサイのヘルモクラテスが、カルタゴ領であるモティアやパノルムス近郊で襲撃を行うと、紀元前406年にカルタゴは、ハンニバルマゴが率いる軍を再び、シケリアに派遣した。同年にアクラガス、ゲラ、翌年にはカマリナが占領された。紀元前405年、リオーニュシオスは、ヒミルコとの間に、カルタゴが有利な平和条約を結んだ。 この条約により、カルタゴは直接的、間接的にシケリアの60%の支配権を得たが、ディオニュシオスは、シュラクサイの支配権を認められた。紀元前405年から紀元前398年にかけて、ディオニュシオスは、シュラクサイにおける自身の権力を確立し、陸海軍を拡張し、支配下の領域を拡大していった。また、 新兵器である大型土球と五段回線も開発した。紀元前398年、リオーニュシオスはカルタゴに全権大使を送り、シケリアのすべてのギリシア人都市の支配権を彼に認めない限り、戦線を布告すると伝えた。大使が帰国するに先立ち、傭兵を使って、主クサ領土に住んでいるカルタゴ人に権を突きつけ、その財産を没収した。さらに、 200隻の軍船と補給物資、武器を積んだ500隻の輸送船を伴い、陸軍と共にもティアに向かった。ディオーニュシオスとその陸軍は、シケリアの南岸に沿って西方に進軍した。それに伴って、カルタゴ支配下にあった、キリシア人都市は反乱し、居住していたカルタゴ人を殺してその財産を奪い、兵を送って、ディオーニュシオスに合流した。カルタゴ側に残ったシケリアの都市は、 モティア、パノルムス、ソルス、アンキラエ、セゲスタ及びエンテラのみとなった。シケル人、シカニ人ン及びメスセネも、また兵を送ったため、モティアに到着した際には、ディオニュシオスの軍は、不評8万、騎兵3000にまで膨れ上がっていた。ディオニュシオスは、エルクスを占領し、セゲスタとエンテラを包囲し、続いてモティアを攻撃した。 モティアとシケリア本島を結ぶ炎堤の後モティアは、ラグーンの中に浮かぶ、強固に防御された島であった。市民は、モティアとシケリアを結んでいた炎帝を破壊し、ギリシア軍の攻撃に備えた。ディオニュシオスは炎堤を修復し、工場島を前進させ、波状土を用いて、城壁を破壊すると、兵士を城内に突入させた。他方、ヒミリコは、海軍を率いてモティアに向かい、 海岸に乗り上げて停泊していたギリシア艦隊に奇襲をかけた。ヒミルコは輸送船の多数を破壊し、ラグーン北側に停泊していたギリシア艦隊を罠にかけた。しかし、ディオニュシオスは軍船の通過できない浅瀬を人力牽引して、軍船を内容に脱出させた。これを見たヒミルコは戦場を離脱した。その後もモティアは激しく抵抗したが、 ディオニュシオスはこれを陥落させ破壊した。守備兵をモティアの廃墟に残し、セゲスタとエンテラの包囲を継続しつつ、ディオニュシオス自身とその艦隊の大部分は、冬の間シュラクサ祭に戻った。弟のレプティネスが120隻の軍船と共に、エリュクスに残留した。紀元前405年から紀元前397年の間のカルタゴの、動きはほとんど知られていない。 この間にリオニュシオスは、シケリアにおける自身の権力を強化し、シケル人に対して戦争を仕掛けることで、紀元前405年の平和条約を破っていた。カルタゴは、おそらくは、シケリア遠征軍が帰還した際に持ち込んだペストのために国力が低下していたと思われる。モティアが包囲され、カルタゴ支配下の多くのシケリア都市が離脱した際、 カルタゴは前日の通りヒミルコ率いる艦隊を派遣したが得たものは何もなかった。カルタゴは常備の陸軍を有しないため十分な数の傭兵を雇用し集結が完了するまでできることはなかった。陸軍の編成が完了すると艦隊と共に仕切り合いと派遣した。陸軍兵力は不評5万、騎兵4000、チャリオット400であり、 海軍は三段海戦400隻と輸送船600を有していた。ヒミルコは出版する際に各艦長に対して封印の施された命令を与えており、従って正式な目的地は不明であった。カルタゴ艦隊はパノルムスに向かい、途中でレプティネス率いるギリシア艦隊と海戦が発生し、輸送船50隻を失ったが、他の輸送船は パノルムスに到着した。パノルムスでは、シケリア現地兵3万が合流し、まずはエリクスを占領した後にモティアに向かった。モティアの守備兵は大部分がシケル人で、指揮官の名前はビトンであったが、容易に撃破された。しかしヒミルコは、モティアの再建は行わず、近傍にリルバイオンを建設することを選んだ。 ヒミルコの次の目標はディオーニュシオスが包囲するセゲスタの解放であったが、ギリシア軍はカルタゴ軍の接近を知ると撤退した。ヒミルコがモテアの回復に動いている間に、ディオーニュシオスはセゲスタとエンテラの包囲を解いて、シュラクサ祭に引き上げた。包囲戦中にセゲスタ軍はギリシア軍に激しく抵抗し、野営地に野衆をかけて損害を与えた。ディオニュシオスは、 シケリア西部のエリミ人領域で数に勝るカルタゴ軍と戦闘を行うことを好まなかったは、再びカルタゴ側に戻る寸前であった。メッセネは、紀元前480年にカルタゴと条約を結んでいたギリシア都市の一つであった。紀元前405年の平和条約では、カルタゴとシュラクサイ双方がメッセネの独立を尊重することを認めていた。しかしディオニュシオスは、 紀元前404年に条約を破り、メッセネもシュラクサ祭に合流したため、カルタゴは条約を守る必要はなくなった。紀元前406年のヒミルコの遠征軍は、シケリア南岸に沿って闘進して、シュラクサ祭に向かった。加えて、途中のアクラガス、ゲラ及び、カマリナを降伏させたが、これらの都市はシュラクサ祭の同盟都市であり、また戦利品も多かった。しかし、 前回とは異なり、おそらくは、主落祭を直接攻撃するために、ヒミルコは今回は北岸を進むことを選択した。カルタゴ軍は、セゲスタからパノルムスに戻ると、カルタゴ領を守備するに、十分な兵を残し、600隻の軍船、輸送船でメッセンネに向かい、北岸沿いを投進した。途中のテルマイは、カルタゴを裏切っていたが、ヒミルコは報復は行わずに通過して、 リパラに向かい、そこで30タレントを献上金として出させた。アッセリーニ、以外のシケリ人都市はディオニュシオスによって荒廃させられていたが、補給路の安全確保のために、ヒミルコは、テルマエとセファデリオンと条約を結んだ。リパラを出版したカルタゴ艦隊は東へ向かい、陸軍はメッセネの12マイル北方のペロルム岬に上陸した。ヒミルコは、当初陸兵五万。 三段階線400、輸送線600を引いて、シケリアに向かい、パノルムスで3万の現地兵と合流していたが、シケリア西部の防衛のために、どの程度の兵力を残してきたかは不明である。ッパラを出版した際には、カルタゴ軍は三段階線300と輸送線300を有していた。ペロルム岬に上陸したカルタゴ軍は、ポセイドン神殿近くに野営地を設営した。 シュラクサイやアクラガスのようなシケリアの大規模都市国家は1万から2万の市民を兵として動員でき、ヒメラやメッセネでも3 0 0 6 0 0を動員できた。メッセネは、紀元前399年には、シュラクサイに対して30隻の3段階戦を準備していた。リビュア人は、重装不評と軽不評を提供したが、最も訓練された兵士であった。重装布票は、 密集体系で戦い、長層と円形立てを持ち、兜と理念性の強行を着用していた。リビュア系不評の武器は投げ槍で小さな盾を持っていた。イベリア系不評も同様である。イベリア兵は紫で縁取られた白のチュニックを着て、革製の兜を被っていた。イベリア重装不評は密集したファランクスで戦い、重い投げ槍と大きな盾、探検を装備していた。 シケル人、サルディニア人、ガリア人は自身の伝統的な装備で戦ったが、カルタゴが装備を提供することもあった。シケル人とシケリアで加わった兵はギリシア式の重装不評であった。リビュア人、カルタゴ市民、リビュアカルタゴ人はよく訓練された騎兵も提供した。これら騎兵は槍と円形の盾を装備していた。ヌミディアは優秀な軽騎兵を提供した。 ヌミディア系騎兵は、軽量の投げ槍を数本持ち、またタズナもクラも持ちず自由に馬を操ることができた。イベリア人とガリア人も、また騎兵を提供したが、主な戦術は突撃であった。カルタゴ軍は、戦像は用いなかった。ただ、突撃兵力として、リビュアが4頭だけの戦車を提供したが、カマリナで使われたとの記録はない。カルタゴ人の士官が、 全体の指揮を取ったが、各部隊の指揮官は、それぞれの部族長が務めたと思われる。当時のカルタゴ海軍は三段海戦を使用しており、カルタゴ市民とリビア及び他のカルタゴ領から徴兵された兵が海軍に勤務していた。カルタゴ海軍は、軽量で、機動性の高い船を好み、速度を上げるために、追加の帆も持っていたが、ギリシア軍船に比べると登場している兵士の数は、 少なかった。モティアでカルタゴ艦隊は、シュラクサイの五段海戦と遭遇し、それを機に自身も五段海戦を建造したが、メッセネの戦いにカルタゴ軍が五段海戦を使用したかは不明である。シケリアのギリシア軍の主力は、本土と同様に重装不評で、市民兵が中心であったが、ディオニュシオスはイタリア及びギリシア本土から多くの傭兵を雇用した。 騎兵は裕福な市民、あるいは傭兵を雇用した。一部市民は、軽装不評として加わった。傭兵には、旧兵、投敵兵、三兵も含まれていた。メッセネ海軍は、標準軍戦として三段回線を使用していたが、この戦いの際の動向は不明である。メッセネの城壁は、壊れた部分が修復されておらず、牢城戦の準備もできていなかった。また、 その騎兵と不評の一部は、シュラックサ支援のために派遣されていた。このため、メッセネ政府は、出撃を決定し、ほとんどの男性が、北方に野営するカルタゴ軍に向かった。カルタゴ陸軍は、メッセネ陸軍を大きく上回り、その艦隊は、正海権を確保していた。メッセネ軍が出撃した真の理由は不明である。ヒミルコが、軍の一部のみを率いていたのでなければ、 メッセネ軍はカルタゴ軍と接触した後は監視を続けるつもりだったのかもしれない。カルタゴ海軍の動きに関してギリシア側は考慮しなかったと思われる。予言によるとカルタゴ軍はメッセネに水を運んでくると告げていたが、この予言がギリシア軍を数に勝る敵軍に向かうことを勇気づけたのかもしれない。メッセネ軍が出撃する前に多くの女性、子供及び病弱者は 町から離れていた。ヒミルコは、野営地に向かってくる、メッセネ軍に対して何もしなかった。この戦いの際に、メッセネが船を持っていたかは不明である。ヒミルコは、メッセネ軍接近の情報を得ると、海軍の優位性を利用して、側面向かい攻撃を行うことを決定した。二百隻の三段回戦に乗員と兵士を乗せ、メッセネに向かわせた。すなわち進軍している。 メッセネ陸軍を迂回し、無防備なメッセネを直接攻撃させた。三段回戦には小ギ手200名と上院16名が乗り組んでおり、陸戦隊が14から60名が同乗していた。したがって、カルタゴ軍の陸戦兵力は2400から8000であった。小ギ手は専門に訓練された上院であり、 陸戦には使われなかったと思われるが、その他の乗員は陸戦に参加した可能性がある。とすれば、追加で3000の兵力を得ることができる。通常より多くの陸戦隊を乗せていた可能性もあるが、その場合、重装備の陸戦隊が、甲板上を動き回ると三段回線は不安定になるため、航海中は、甲板上にじっとしていることが必要になる。従って、 どの程度の兵を余分に乗せることができたかは不明である。この文献隊の指揮官の名前は不明ではあるが、この後の刀置きの海戦の勝者であり秘密子の親族である孫が指揮していた可能性が高い。カルタゴ陸軍の一部はペロリ、墨先の海岸に整列し、200隻の三段海戦は選抜された陸戦隊を乗せて南のメッセネに向かって出版した。 この文献艦隊は北風に押されて、すぐにメッセネに到着し、メッセネ軍が引き返してくる前に、陸戦隊を上陸させた。港を制圧した後、カルタゴ軍は市内に突入し、また一部は市の南側及び北側にも同時に上陸して、海側からも陸側からもメッセネを攻撃した。多くのカルタゴ兵が城壁の壊れた部分から市内に侵入することができた。 カルタゴ軍の教習によりメッセネはすぐに陥落したが、住民の一部は脱出して近郊に点在する要塞に逃げ込んだ。メッセネ陥落の情報を得た、メッセネ軍兵士もこれらの要塞に入った、ギリシア人が、リパラ、ネッセネ、レギオンに植民都市を建設して以降、エトルリア人は彼らと衝突し、この戦略的地域を支配しようとしていた。シバリスの素晴らしい富は、 シバリスがポセイドニアとの間の内陸交通を支配しており、商人たちがメッシーナ海峡を迂回することで海賊の被害を避けることができたことによるものであった。メッセネもまたこの海峡を支配することにより収入を得ていた。ヒミルコはエトルリア人が一世紀をかけても手に入れることができなかったリパラとメッセネの両都市を実質二日間で征服した。 メッセネの征服により、カルタゴは一時的にメッシーな海峡を支配し、600隻のカルタゴ艦隊全体が停泊可能な港へ、シケリアとイタリア南部の間の海上交通を妨害することも可能となった。カルタゴはシュラクサ祭と敵対関係にある対岸のレギオンと同盟した。 ヒミルコはメッセネに基地を置くことはしなかったが、カルタゴから遠く離れた都市を維持する自信がなかったものと思われる。ヒミルコはメッセネを脱出した人々が逃げ込んだ要塞を潰して行こうとしたが、それには時間がかかりすぎることがわかり、シュラク落イ攻撃が遅れてしまうのでこれを中止した。ディオーニュシオスに時間を与えると、シュラク落イが強化される恐れがある。 カルタゴ軍の最終目的は、シュラクサ祭に勝利することであり、メッセネは、前座に過ぎなかった。カルタゴ本国には、常備軍がなく、援軍を送るには、傭兵の募集から始めることとなり、時間がかかった。かといって、ヒミルコ自身の軍の一部を、メッセネ守備に咲くと、ディオニュシオスを攻撃する兵力が不足してしまう。このため、メッセネを、略奪、破壊した後、 カルタゴ全軍が主落祭に向けて、シケリア東岸沿いに進軍した。艦隊もそれに随反した。ディオーニュシオスは、彼の権力を拡大する過程で、ナクソスと刀を破壊し、ナクソスをシケル人に、刀をカンパニア傭兵に与えていた。したがって、ヒミルコにしてみれば、南岸ルートを通るより、北岸ルートを通る方が障害が少なかった。もちろん、メッセネを離れた後に、 背後のギリシア要塞からの敵対行動を完全に無視することはできなかった。彼が取った解決策は間接的アプローチと呼ばれる種類のもので単純かつ巧妙なものであった。ヒミルコはすでにいくらかのシケル人が入植していたタウロス山にタウロメニオンを建設することを選び同盟していたシケル人を居住させ都市を要塞化した。これは 一石二鳥を狙ったものであった。町は、メッセネからのギリシア軍の移動を封鎖できるほどメッセネに近くかといって、メッセネから奇襲をかけるには遠すぎ、将来シケリアで作戦を行う基地として最適の位置にあった。さらに、アソロスを除くすべてのシケル人はディオニュシオスを憎んでおり、ヒミルコニ軍に加わるか、あるいは元の居住地に戻ることを希望していた。 テーバイのエパメーノンダスは、紀元前370年に、メッセネを再建する際とメガロポリスを建設した際に、同じ戦略を採用している。メガロポリスは、テーバイ軍がスパルタ軍に勝利した後に、スパルタ領内に建設された。メッセネは、後年に再建され、カルタゴとシュラクサイ双方に問題を起こすことになる。ディオニュシオスはその間にも、傭兵を雇用し、 船を建造し、奴隷を解放して、シュラクサイとレオンティニの防備を強化していた。刀の住民を説得して、アエトナに移動させ、ディオニュシオスは、タウロメニオンに備えて、陸海軍を整備した。ありがとうございます。